はい、こんにちは、レトスノーノです。7月7日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。この時期はモチベーションの維持が難しいです。勉強しなきゃいけないことは分かってるんだけど手につかない、何をすればいいか分からない、そして1日が過ぎていく、そうなっていませんでしょうか。この状態を放っておくと今年の合格は難しいです。ではどうしたらいいでしょうか。1つ目が向こう1ヶ月のスケジュールを立てる、特にこれ具体的に立ててください。で、もう一つが自分の学習方法を見直す。この二つですね。特に二つ目、自分の学習方法を見直す。これについてはほとんどの受験生がやっているようでできていないんですね。もう一度、ここで自分の勉強を確認していただきたいです。つまり、丸暗記で勉強していないかどうかっていうのを確認するってことですね。丸暗記だったらいつも言っている通り、実力上がってきませんので、理解学習ができているかをちゃんと確認するということですね。また具体的に合格点を決めて、勉強していくのもいいと思います。権利関係、宅建業法、法令上の制限、税その他、それぞれ何点を目標にするか、これを決めるということですね。例えば権利関係7点、宅建業法16点、法令上の制限6点、税その他6点、これ合計すると、おそらく35点かなになると思うんですね。まあこれを一つの目標とするというのをいいと思います。7点、16点、6点、6点ですね。これを目標にするっていうのもいいと思います。で、まずは1、2、これをしっかり行うことが先決です。もし何から手をつけたらいいかわからない、理解学習ができていない、だけど今年絶対合格したいという方は、今年の合格に向けて私に任せてくれないでしょうか。弊社の短期集中実力アップ講座の教材であれば、解説を読んでいただくだけで理解学習ができるように、具体例や関連ポイントなど一緒に勉強できるようにしております。なので無駄なことを考えることなく理解学習を実践していただけます。今であればまだ合格していただける自信ありますので、一緒に勉強して今年絶対合格しましょう。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。それでは問1に入っていきます。 A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが、 A は無権代理人であった。その後 B が追認した場合、追認した時に改めて正式に契約したとみなされ、その時から効果が生じる、丸か×かという問題です。問題考えたい方はこの動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。答えはどうなのかというと、この部分ですね、追認した時に改めて正式に契約したものとみなされ、この部分が誤りです。本人が追認することで契約っていうのは契約成立時に遡って有効になるんですね。で、その効果、契約の効果っていうのは本人に帰属します。つまり追認した時にこの時から契約したとみなされるんじゃなくて、もともとこの無権代理人が契約した時ってもっと前ですよね。そこに遡ってその時点で契約したとみなされるんですよ。よって誤りということなんですね。そして何度も受験している方、勉強されている方っていうのは、もう答えは誤りってことはわかると思うんですよ。ただ、本人に効果が帰属する。これを理解できていない人って多いんですよね。これが何を意味するかっていうことです。こういった部分を理解しているかどうかが、今後数ヶ月勉強した後に実力が上がる人と、勉強しても実力が上がらない人の違いなんですね。理解学習をすることで実力って上がるんですね。そしてこの実力上がること実感したくないですか？次こそ合格するために理解学習を行いたいという方はぜひ短期講座ご検討ください。この下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。それでは問2に入ります。保証協会は保証協会に加入している宅建業者 A がその一部の事務所を廃止したため、弁済業務保証金分担金を A に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため、申し出るべき旨を広告しなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。保証協会で一部事務所を廃止する場合っていうのは、広告不要なんですよね。だから、誤りになります。保証協会の社員の業者が一部事務所を廃止しても広告する必要っていうのはありません。一方で営業保証金
これを供託している宅建業者が一部事務所を廃止した場合っていうのは、これ広告する必要あるんですね。まあ、この違いっていうのは、ちゃんと頭に入れておきましょう。基本的な勉強法なんですけども、まあ、このようにね、比較できることはちゃんと比較しながら一緒に覚えるってことがすごく効果的なので、ぜひ行っていきましょう。で、問い3です。2ヘクタールの用途地域内の土地について、造成工事を行って青空駐車場を作る場合、開発許可は不要である、丸か×かという問題ですね。答えは丸です。つまり開発許可は不要です。開発許可が必要なのは、開発行為を行う場合なんですね。で、開発行為っていうのは、主として、建築物の建築または工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更のことを言います。つまり、建物を建てるために土地を工事する。これが開発行為なんですね。で、今回青空駐車場っていうのは、建物を建てませんよね。建物を建てないってことは、開発行為に当たりません。開発行為に当たらないので、開発許可は不要だということになります。今さらっと考え方をお伝えしたんですけども、これちゃんと理解しないと解けないと思います。類題が解けない。この問題を解けたとしても、類題が解けないんですよね。だからちゃんと理解してください。開発許可が必要なのは開発行為を行う場合なんですね。で、今回の話は開発行為に当たらないから開発許可が不要なんだということです。この開発許可の要否、まあ必要か不要かを問う問題っていうのは、考え方があるんですね。まあ今もさらっとは言ったんですけども、まあもっと細かい流れがあるんですよ。考え方の流れがあるんですね。それを知ったら開発許可の要否の問題はすべて解けます。つまり、開発許可の要否っていうのは得点源になるんですね。なので、絶対解けるようにしていただきたいんですね。で、今回は無料なので、まあ、ちょっとこれ以上はお伝えできないんですけども、短期講座では、この考え方までお伝えしています。絶対合格したいという方は、ぜひご確認いただければと思います。そして、短期集中実力アップ講座の特徴は、こちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して、私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。